岐阜うち岐阜うちは,は岐阜県岐阜市徳産のうち岐阜の伝統工芸の一つで室町時代にはその記述がある歴史のあるうち長良川海の観光客用の土産品として作り始めたのが起源と言われている。岐阜は盆地で四方を山で囲まれその裾野には良質の竹が群生していたことと江戸時代より長良川の重要な港町として 奥美濃から美濃和市の陸揚げが多くあり、問屋町として栄えていたため定着したと考えられる。現在の岐阜うちは、明治時代中頃に京都深草より、のれん分けにて生産を始めた、住友富次郎商店のうちで、住友富次郎商店は岐阜で残る唯一の岐阜うち専業店である。現在でも、明治時代の問屋町の面影が残るかは、 原町界隈で生産を行っている。1992年3月30日に、岐阜県郷土工芸品に指定されている。2015年4月24日、信長公のおもてなしが息づく、戦国城下町、岐阜の構成文化財として、日本遺産に認定される。信長公のおもてなしが息づく、戦国城下町、岐阜。文化庁。2020年9月20日閲覧。 日本のうちは、両飛びの歴史岐阜市歴史博物館、ISBN48 億7797万177、列車の窓でうちはめしませ、日本経済新聞昭和25年7月1日4面、節電の夏に、人気の岐阜伝統の水うちは、飛ぶような売れ行きに、職人は、複雑な表情。MSN3K ニュース。 http://sankei.jp.msn.com.life.news.11718.trd.11 <ッ>兆718億1200万13。n1。htm.2013 年8月17日閲覧。涼しげ。水打ちは熱込める。ミノノの足使う隙通る。工芸品。試行錯誤し。復活。 日本経済新聞長官2017年11月8日、ミノテスキはシ工房コルソヤード、素材とデザインの教科書、第3版から ASBN48 億2223万5092。ありがとうございます。